現在活版印刷はほとんどが姿を消し、それに代わるのが印刷の9割を占める写真植字です。これは写真で一文字一文字を拾って印刷していきます。今は鉛の活字の代わりにこの文字盤が使われます。なんと約7000文字が収められているんですね。